笠岡の干拓に行った時に、まあちょっと何気なく撮った写真ではあるんだけど、いつも干拓に行く時に早朝にばっかり行くからさ、なんか真っ昼間の写真撮ってないなと思って、まあ簡単にだけどちょっと一応撮っといたわ。なんか最近監督行ってない人とかどんな感じになってんのかなと思ってるかもしんないから、まあ見た感じ話すけど、もう全く変わってないと思う。何も変わってないと思う。まあ何か新しい建物ができてるわけでもなく、ほんと何も変わってないと思うね。まあ、いつの写真かわからんくらいこれだけ見てもね、そう、それくらい何も変わってない。一本道のね、いいよね。でもなんかこういうなんか電柱があってさ、んでもう道しかないみたいなとこってなかなかなくない？なかなかないと思うから結構好きなんやな、干拓って。そう、笠岡のね、なんて言うんだろう、このなんていうかな、現実感がないというかまあこの辺に住んでる人からすれば日常の風景なんだと思うけどさ、福山もそんな都会ではないけど、やっぱりこんなに何もないだだっ広いところってないもんね。いいなと思う。なんかこの干拓のこの感じがさ、まあ福山周辺に住んでればまあいつでも行けるけどさ、なんかこの地元離れた人とか、あーあったなーとかってすごい懐かしいだろうなと思って、ちょっと写真撮っとこうって思って、でまあなんとなく撮ったっていうだけのものなんだけど、あの福山方面から笠岡に行くときには使いやすいよね。特にベイファームの方から行くってなると、そうだね、岡山方面に抜けるときに福山方面だったら2号線からまっすぐ行っても行けるんだけど、やっぱ混むんよ車が。で混むのあんま好きじゃないから、福山方面でいうと入江大橋降りたところ、もうそっちから来るか分かんないけど、もしくは2号線方面の方から来たら入江大橋の手前を左に、入江大橋の方から来たら入江大橋のとこの信号を右に曲がってまっすぐ行ったら右側 JFE みたいな、ずーっと同じ高幹道路っていうんかな、こう昔なんだっけあれ、日本製鉄だったっけ、合ってる違うかな、日本交換とか呼びよったな、日本交換って呼びよった気がする。日本交換みたいなやつがあの JFE になったりな。そう、めちゃめちゃでかい工場地帯があって、でその付近を通る道、そう、そこずっとまっすぐ行って、で右曲がってまたまっすぐ行ったら干拓の方通れるんだけど、いつも迷うんよな、干拓の方向の2号線通ろうかなどうしようかなと思うけど、結果やっぱ高幹道路の方を使っちゃうね。だからあっこさ、なんかこれいつもバイクで移動するんだけど、なんかあの辺なんていうんだろう、ほこりが飛んでるというか、なんか飛んでないっすか？すっげえ前に働いてたところの先輩に聞いたらさ、なんだっけあれ、粉塵じゃないわ。なんか鉄、なんだったっけ？なんか砂鉄じゃなくって、なんかその鉄の粉みたいなやつが飛んでるんじゃないのみたいな話をしとったんや、その先輩がね。でどれくらい信憑性があることなんかちょっとよく分かんなくてちょっと怖かったんだけど、なんか分かる人おったら教えてくれ、ごめんなんでほんまなんかな、そんなことあんのかな。だとしたら目に入ってで、なんかちょっと違和感があるんよ、バイクで走ってたら。だいたいやっぱあの辺、そう、普段ずっといろんなとこ通るけど、やっぱあの道なんよな、あの道、なんか感じで言うと黄砂が飛んでるみたいな感じ、ずっと。そう、なんかそんな話を聞いて今ふと思い出したけどでもしそれが本当なんだとしたら、ゴーグルとかせんといけんのかなとか。そう、バイクの人はちょっと気をつけて、あとあの道、あの取り締まりあるの、スピード違反定期的に取り締まってるから。あと白バイがあっこと大門のところ
に結構いるんで、その辺スピード注意してもらって、ね、何の動画これ、ふんなんていう、スピード違反取り締まりどうでもいいよね。でもカンタクの方はスピード違反取り締まりないよな、見たことないんだけど。なんか芦田川大橋のところとかさ、その大門じゃないわ、高感道路のところとかを見るけどさ、白バイもいないよね、カンタクのとこ。結構スピード出しとる人おるじゃろ、あの直線のとこね。そこはまあ取り締まらないことになってんのかな。まあいいんだけど全然いいんだけど、うん、そう、まあ、何もカンタクは変わってないので安心してくださいという動画でした。なんかいろんなところに撮影しに行ってみたりするからさ、すごいローカルな場所、普通になんかわざわざ行くようなとこでもないような場所もさ、ついでに行ったりするんで、なんかあればコメ欄に書いといていただけると参考にすると思います。うん、福山周辺の情報に興味ある方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございます。